キーストン。キーストンは、日本の競争馬である。中央競馬において、デビュー年の1964年に5連勝を挙げて、慶州者賞最優秀3歳ボバを受賞。翌1965年のクラシック戦線では、大クォーターとライバル関係を築き、東京優秀、日本ダービーに優勝して最優秀4歳ボバと、最良スプリンターに選出された。 1967年に出走した阪神大将天の競争中に左前足を脱臼し予後不良と診断されて安楽死の措置が取られた。故障発生後、自身の苦痛を押して馬場上で混沌する騎手、山本正氏の様子を気遣うような仕草を見せたことが美顔として取り上げられている。1962年、北海道浦河町の高岸修牧場に生まれる。 父は1959年にアイルランドから輸入されたソロナウェー、母リットルミーチはイギリスからの輸入場で、本場は日本における2番子であった。陽名は、高里氏。競争年齢の3歳となった1964年、当時有力馬種の一名であった伊藤義五郎の所有馬となり、キーストンと改名されて、京都競馬場の松田義郎級車に入った。馬名はアメリカで、 ニューヨークからペンシルベニアを結ぶ特急列車の愛称、キーストーンに由来する。主戦騎士を務める山本正史によれば、キーストーンは体は小さいし、気質もおとなしく、何の特徴もない馬で、また動きは固くぎこちなかった。駆け足では良好な動きを見せたが、それを踏まえても大きな期待を抱かせる馬ではなかったという。1964年7月12日。 函館競馬場で山本を安城にデビュー。この初戦を10馬審査で圧勝すると、以後これを含め5連勝。レコード優勝3回打ち2つは、コースレコードという成績で3歳シーズンを終え、この年の最優秀3歳母場に選出された。当初の印象を覆す活躍について、山本は、馬の個性もいろいろあって、最初からいいのもいるけど、初めはなんだかよくわからなくて、 時間が経つにつれていいところが出てくる馬がいるものです。キーストンもそういうタイプだったんですねと語っている。名実ともに翌年のクラシックに向けての有力候補に数えられたが、距離適性について1600メートルまでの馬との見方もあり、中長距離となるクラシックへの距離不安も囁かれていた。3ヶ月の休養後、クラシック参観初戦のサ月賞に備え登場。 前哨戦の弥生賞装を三馬審査で制し、重賞初勝利を挙げた。山本にとっても、これが、デビュー10年目での重賞初勝利であった。この同日に、京都競馬場で行われた木更木賞で、デビュー前から、クラシック候補と注目され、キーストンが2戦目に任していた大コーターが優勝。鞍上は、山本の兄弟子である、栗田勝が務めており、競争後、 クリタから山本へ、キーストンおめでとう、こちらも楽しよう、今度は任すという電報が届けられた。自走のスプリングステークスで登場してきた大コーターと再戦。当日は、キーストンが単勝支持率65.9%という圧倒的一番人気に支持されたが、クリタの予告通り、一場新境の差で大コーターが勝利。キーストンは6戦目で、初めての敗戦を喫した。 スプリングステークスは、キーストンの限界と見られた距離より200メートル、長い1800メートルの競争であり、マスコミからは距離の差で負けたという見方が伝えられ、サツキ賞に向けて評価を落とす結果となった。20日後に迎えたサツキ賞では、大コーターが50%超の単勝指示を受けて1番人気、キーストンは2番人気となった。 レースでは20頭立ての19番枠から逃げを打ったが、最後の直線を前に失速、大交ー,ーを破った、シトセ七7番人気の14着に終わった。前走から1 4ラム減という馬体の細かが、大敗の要因とされている。競争後、場所の伊藤が、調教師の松田と、山本の師匠、武田文吾に、騎士交代の是非を問った。しかし松田は、 キーストンには山本が一番合っていると伊藤を説得し、武田も山本に乗せてあってくださいと頼んだことから、キーストンの安状は山本のまま据え置かれた。山本はこの数年前まで武田旧社の所属であったが、騎乗機会に恵まれないことに不満を抱いて、松田旧社へ移籍した経緯があり、後にこの話を聞いた際に、松田先生に感謝すると同時に、 武田さんには本当に旧社を飛び出したことを申し訳なく思いしたと実戒している。その後、キーストンは体調を戻し、オープン戦勝利を経て、日本ダービーを迎えた。直前には、大コーターが、橋本幸吉から上田誠二郎へ、ダービー一着賞金の倍額以上となる2500万円、2000万円と、デトレードされ、ダービーを金で買えるかという論争が湧き起こっていた。上田は、 サツキショー前にキーストン買収を申し入れていたが拒否されていた。騒動の中当日は決闘的特徴から距離延長が歓迎された大コーターが圧倒的一番人気に支持され逆に距離不安を抱え当日雨による不良馬場で持ち味のスピードも活かせないと見られたキーストンは離れた二番人気となった。レースではキーストンが二番枠から先頭に立ち 後続を引き離して逃げを打った。後続はこれに競りかけず、キーストンは短期のまま楽なペースで道中をんだ。大ーターは不良馬場の上で追走に苦労しており、キーストンは2番手に数馬身の差をつけたまま、最終コーナーを回ると、最後の直線を逃げ切り、追い込んだ2着大コーターに1馬身3、4差をつけて、ダービー優勝を果たした。ダービージョッキーとなった山本は、これが、 奇手生活を通じて唯一の八大競争優勝となった。後にレースを解雇し、不良馬場がキーストーンには有利に、大コーターには不利に働いたこと、ダービー初起乗のため、帰って緊張感なく乗ることができた点などを、勝因として挙げ、また、大コーターと互角に渡り合うため、最後の1マイルだけ全力で出し切るという作戦で乗っていたと語っている。ダービーの後は、 休養に入り、9月に函館で復帰。初戦から3連勝を挙げ、菊花賞を迎えた。大コーターも、ダービー後の休養、復帰から3連勝で臨み、当日は、大コーター1番人気、キーストン2番人気となった。レースは先行する、キーストンの直後で、栗田大コーターが、徹底的なマークを続け、キーストンは、ゴール前で3、4馬身かわされて2着となった。 12月にはオープン戦に勝利したが調子が落ちていると判断され年末のグランプリ有馬記念を回避してシーズンを終えたダービー優勝と年間10戦7勝の安定した成績が評価され翌1月には当年の最優秀4歳ボバと最良スプリンターのタイトルを受賞したなおフリーハンデでは大コーターの方が 上位に据えられており、翌シーズンに向けての期待は、大コーターの方が勝ったとされているが、大コーターは翌年以降不審に陥り、最終的に障害場として、キャリアを終えた。その後守護場として、成功を収めている。キーストンは、年明けの金牌、西から復帰し、三場審査で勝利。しかし続く大阪杯で7着と敗れると、オープン戦勝利から、 春の目標とした天皇賞は一歳上の白髄ーラに乾杯し、五着となった。さらに秋に備えて休養に入った先で足を痛めて、長期の休養を余儀なくされ、療養は一年以上に及んだ。六歳となった1967年7月に、函館競馬場で復帰する。復帰戦こそ二着となったが、5夏から秋にかけて、 得意の短中距離で4連勝を遂げる。復活と見た陣営は、年末の有馬記念への登録を行ったが、遠征が足への負担となると考え予定を変更し、地元関西の阪神大賞店に出走した。有力馬の多くが有馬記念に向かっていたこともあり、五島建の小灯数で行われ、キーストンは一番人気に支持されていた。 スタートが切られると常の通り逃げを打ち、周回2周目の最終コーナーを回った時点では、スパートをかけてきた後続に対して、山本は手綱を押さえたままであった。しかし直線を向いて、スパートをかけた際、ゴール手前約300メートルの地点で故障を発生。キーストンは前のメリにバランスを崩し、落馬した山本は頭を強打して、脳震盪を起こし、一時的に意識を失った。 キーストンは、惰性で、数十メートルを進んだ後に転倒したが、立ち上がった後に混沌する山本を振り返り、故障した左前足を浮かせた三本足の状態で、傍らへ歩いていった。この時、山本は一時的に意識を取り戻しており、以降の出来事について、以下のように語っている。この様子を目の当たりにしたのは、場内のファンにとどまらず、テレビ中継においても一部始終が放映されており、 実況を担当していた関西テレビアナウンサー松本徹章は声を詰まらせながら必死に様子を伝えた。キーストンは山本の手を離れて馬運車に収容された後、左大一子関節完全脱臼で予後不良と診断され直後に安楽死の処置を施された。山本が再び意識を回復したのはキーストンが虐殺された後であった。キーストンの事故。 山本との最後の様子は、ファンの間で反響を呼んだ。競馬ファンであった、文筆家の寺山修司は、キーストーンをテーマに、夕日よ、急ぐなというエッセイを書き、阪神大商店で、テレビ中継の解説者として事故に遭遇した詩人の、島直人は、ソロナけの紋章という詩を発表。また、タレント、歌手の諸口明は、自身のレコードアルバムで、キーストンブルースという曲を発表した。 キーストンの物語は王子を知らないファンにも広く伝えられており、競馬漫画家の吉田美穂は、競馬を知り始めたファンが触れる、教科書刑名馬と評している。山本は1973年をもって、騎士を引退、調教師に転身した。調教師としては、その引退までに、通算555勝、g i 級競争8勝を含む、重賞32勝と、 第一戦で活動を続けた。山本は、キーストンが生きていれば、その子にまたがることを楽しみにもっと長く、騎手を続けていたと語る一方で、自身の調教師活動に関する、キーストンの影響について、以下のようにも語っている。2000年に、日本中央競馬会が行ったファン投票による、名馬選定企画、ドリームホーセス2000では、1264票を、 集めて69位につけられた。同時期に、競馬会の期間広報誌、優秀が発表した、20世紀のベストホース100にもなお、連ね、また同志が2010年に、通貫805記念としていった、ザ・グレイティストホーセス百100では、指揮者、読者の投票で48位に据えられている。姉の孫にあたるネオ・キーストン、福島記念、シュボバを筆頭に、リットル・ミッジの子孫には、 キーストンの名を受け継いだ馬が多かった。しかしリットルミッジの系統は1980年代以降衰退し、2000年代中頃に断絶している。キーストンを生産した高岸牧場も現存しない。一方、いとこのマーシュメドウ、アサヒハイ3サ歳サステークスバミノる、大花賞に着馬日東や生の母の子孫は、近年も優勢トップランや、ウィングアローが活躍を見せている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。